点の関係でちょっと3点ほど伺わせてください、はい、1点目なんですけれども、先日の会見で選挙運動の一環だというご見解を示されていたと思うんですけれども、はい、奥谷さんにご自宅前で演説をされていたという、はい、活動についてなんですが、はい、改めてその、どういった意図というか、で向けられていたかというのを教えていただけますか。一つでいいですか、回答。はい、僕は今回の兵庫県の県議会議員の方々の情けなさ、政治家は命がけで仕事をするんです。安倍さんが実際お亡くなりになられたようにですね、なぜそのような泣き言を言うのかっていうのに驚いています。自宅前、事務所前に反対の勢力が来てマイクを持って演説をしている、それが怖い、家族が恐怖を感じている、だから政治家辞める、最初から政治家なんかするなボケって話です。当たり前のことじゃないですか。そしてまたメディアは立花がまるで暴力を振るっているとか脅迫をしている、恐ろしいことですよね。私は彼が百条委員会の委員長として、あなたが仕切った委員会の音声データが漏れてますよ、何もしないんですか。すごく大事なことじゃないですか。彼らは道徳責任ってずっと言ってきたわけですよね。百条委員会の奥谷さんがその場の責任者で、その秘密会のデータが外に漏れたわけですよね。それに対して何も奥谷さんは電話をしても出ないし折り返しもないし、だから質問に行った、話をしようとした、しかし彼が出てこなかった。でその理由は彼が後ろめたいことをしているからですね。私が脅して彼が怖がってるんじゃなくて、彼の後ろめたいことが白日のもとにさらされることが彼は恐怖を感じた。県民局長も同じなんですね。県民局長は知事に脅されたんじゃないんですよ。知事によって自分の不正をばらされそうになったから、ばらされそうになった知事に対して恨みはあるけども、原因はお亡くなりになった県民局長の可能性が極めて高い。で奥谷君にも同じことをね、僕は言いたいんです。彼はお亡くなりになった県民局長のいわゆる、不倫歴に書かれている女性からの相談を受けていて、彼はパソコンの中身を調べなくても分かる状況だったわけですよ。だから彼はパソコンの中身を見てない、知らない、でもその書いてる不倫日記の書いてる相手方からの女性からの相談を受けてた、だからいらなかったわけですよ。でそういったことを僕は彼に聞きたいし、多くの県民国民はそのことを知りたかった。それを選挙終わってから脅迫をされたというようなことで、これ亡くなられた県民局長と同じ発想なんですね。ですから竹内議員であったりとか奥谷委員長であるとか、こういった方も同じことで自ら命を絶つんじゃないかなというふうには思ったので、あそこでこれ以上やっても自ら命を絶たれることあっても困るからやめると言っただけの話で、最終的にはこれについてはむしろ反省などしてなくてですね、これからもこの件については奥谷さんは私がデマを吹聴していると、デマを述べていると、拡散しているということを会見でおっしゃられましたので、速やかに今ちょっと訴状を作ってるんですね。ちょっと今文字の書き起こし時間かかってますが、どんなに遅くても来週中には、来週水曜日までには東京地方裁判所の方に奥谷さんを被告として提訴します。あともちろんどうぞ、はい、どうぞ、はい、今の元県議局長の話もあったと思うんですけれども、はい、プライバシー情報に関して改めてその把握されているその、情報というか根拠とかっていうことを、はいはいはい、パソコンの中にですね、どういった情報が入っているのかっていうことを確実に知っているのが片山元副知事なわけですね。で片山元副知事の、直近、側近の方、正確に言うと、県議会議員の方なんですけど、その方から直接話をお伺いしています。でもちろんその方から、片山さんから話を聞いたっていう方は複数の県議会議員からも話を聞いています。あとは、兵庫県の職員だったという人からも話を聞いていますので、特に百条委員会で10月25日に片山副知事が、不倫日記がある、複数の女性との関係があるということを、偽証するとまずいところで言っているわけですから、そういう意味ではそういった
根拠をもとに私もちろん記者の方もおっしゃってました。兵庫県の記者クラブの記者の方も10月30日の段階で僕が横顔取材してもらったんですけど、その後もまあそれはもうみんな知ってるんだけど書けないんですよって、なぜって聞いたら、いやなぜなんでしょうねって逆質問されたぐらいになって、まあもうそので愛人っていうか不倫なのか、いわゆる和感なのか合感なのか、いわゆる女性の同意があったかどうかについてがまだちょっとわからない。でどうもそう不倫ではなく同意じゃなく不同意なんじゃないかっていうことが強く疑いを持ってます。やはり僕10人と言いましたけど、どうも7人のようなんですよ。複数っていうのは3人ですかぐらい、3人ぐらいですかって、そうじゃないと何人なんですかって一緒調べたら7人で、動画が10個あるって言ってましたね。動画って言ってましたね。まあでもこの情報もどこまで信憑性があるかっていうのは分からないです。ただ10個の動画に7人の女性が出てきていてっていう話なので、まあ県民局長のパソコンの中に女性との不適切な、まあ、交際があったということは間違いない。もう十分な事実って書いて、真実相当性があるというふうに考えています。そういったお話をその複数の県議とか側近の方から伺われたということ。そうですね、少なくとも県議4人、市議1人で職員と名乗る、まあこれは職員の方は匿名でしたけどね、まあでも多くの方がそういった情報をくれましたね、はい、あとまあ記者の方ですよね、何よりも、はい、最後に言ってみました、はい、別の方が辞職された権利も出ましたけれども、はい、それに関してご見解は何でしょうか。はい、はい、まあ竹内さんは理由だと政治家になっちゃダメですね。いや本当そうなんですよ。これだから政治家っていうのは命がけでやるものであって、ちょっと昔だったら戦に負けたらみんな殺されてたわけです。政治家っていうのは利権の分取り合いですから、もちろんそれで殺すとか身体に影響が出るっていう社会ではないのは私も理解していますが、具体的に何か放火をされるとか殴られるとかそういうような切迫でした状況であれば、これは警察に相談をしてですね、いわゆる防衛というか警護してもらえばいいわけですよね。でもその理由がですね、世の中からの、まあ、意見が怖いというわけですね。批判がある竹内さんかな、で家族が耐えれない、もう呆れ返ってですね、あなたたちがこれまで斉藤知事にやってきたことはどうでもいいんですか、あなたたちが斉藤知事や斉藤知事の家族を不安と恐怖のどん底に突き落とし続け、竹内さんが言った浴衣祭りとか全部嘘だったわけですよね。弁明も釈明もされずに辞めれば済むと思ってることが驚きなんですよ。で多くの方はお亡くなりになったり辞めたりしたらそれ以上攻撃するなという世論でしょう。メディアは特にそうでしょうけど、いくらもらったんですか議員報酬、竹内さん何年やったんですか、で都合が悪くなったら辞めるっていうようなことをね、メディアは家族が脅されてかわいそうです、立花が悪いんですとかって報道してるから、メディアの方がおかしくてネットが正しいんじゃないのって、みんな税金でやってきてるんでしょ竹内さんだって、それで百条委員会の委員を最後まで全うせずに辞める理由は家族を守りたいんです。僕の息子や娘をどれだけいじめられたんですかこの19年間、僕だってそうだけど、家族は言いましたよ、娘にも息子にも、パパの仕事は総理だ政治家だから、いろんな人から批判される、悪口も言われる、嘘デマでね責められる、でもパパは税金から政治家としてお金をもらってるから、そのお金でお前らは飯が食えてる、学校にも行けてるから、それは耐えろと、いじめがあったらそれは言い返せ、やり返せと、それが政治家の家族の生き方でしょう。家族がたかだかネットで批判されるから、家族を守るため、じゃあネットで批判してる人暴力振るってるんですか、事務所の前に行って選挙運動することは暴力なんですか。一方的な記事よく取材に来られましたよ、ありがとうございます。むしろね、どこともあれだけの報道がされ、月曜日から
今日金曜日ですけど、私のことをいろいろと報じてられますが、テレビ局、新聞社、初めてですよ、取材に来ていただいた。それは本当にありがとう、毎日のありがとう。これは別に皮肉じゃなくてね、これ逆に言い返せる、反論できる機会を与えていただいてありがとうございます。それこそ裁判でもしない限り言い返せないと思ってたんですよ。だからこそメディアの皆さんは今回その斉藤さんにぜひ聞いてもらいたいですよ。斉藤さん辛くなかったですか、怖くなかったですか、斉藤さんの奥様は不安や恐怖感じなかったですか、子供さんはどうですかって。彼は黙ってるから報道されないんですよね。彼はこう言ってましたよ、周りの支援者は選挙負けそうだから奥さんに出てきてもらってお涙頂戴の演説者どうですかと。斉藤さんきっぱりと妻には危険を、まあ、危険なね思いさせたくないから、だから住所も非公開、自宅を事務所にするなんて持ってるほかですよ。4分の1は水道代や電気代も出してるんですよ。税金で自宅の経費を4分の1負担しておきながら事務所に来られたら、お母さんが怖がってる、退避しているってやめてまいって話ですよ、とっとと。で彼がどうしていいかわからないって言うから、答え簡単ですよね、斉藤さんと同じようにやったらいいんでしょ、県議会の人たちは出直し選挙したらいいんですよね、やめたらいいんですよ、一回自らやめて補欠選挙やればいいんですよ。奥谷さんは自ら辞職をして、ね、周りのあと2人のどちらかが辞職すれば、3人中2人辞めれば、ね、補欠選挙があるんです。奥谷さんは選挙に出て自分の言いたいことをしっかりと県民に向けてマイクを握って9日間できるわけですから、補欠選挙すりゃいいんですよ。それは斉藤さんがやったことと同じじゃないですか。それをメディアにね、僕は脅されて困ってるんです、脅されて辞めた議員もいます。そういうね、お涙頂戴感情論で政治するんだったら政治の世界からご退場いただきたい。そして今回ももう一つ別件で言うとね、彼の親族の会社が倒産したと、彼はまたメディアに言ってますね、一族経営ではない。頭おかしいんか、自分のおじさんですよ、創業者は自分のおじいちゃんですよ、自分のお父さんはそこの会社の役員してたんですよ、おじさんの会社と僕は関係ない。もうそれをメディアが書いていて、もう本当頭おかしいなっていうレベルです、はい、ごめんなさい、ちょっと攻撃的な姿です。はい、ありがとうございます。はい、パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの、お客にさ多分ないの、女性の方もっと一発自信よ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。